いいパート16です。シェンムー実況パート16です。どうもアザラシです。いやー、言っといた方がいいのかな、いろいろとね。あの動画始まったらまず、チャンネル登録お願いしますとか、そういうのを言ってた方がいいのかな。チャンネル登録するとどういういいことがあるかって言ったら、まあないけど、特にこっちにも別に特に何もあるわけではないけど、まあね、動画が上がったらね、通知でね、行ったりするようになるんでね、基本的に1日1本ぐらいの感じで動画を上げていこうと思ってるので、チャンネル登録していくとね、1日1回これからこのシェンムーの動画が上がりましたよっていうのがね、報告がいくっていうわけですね。昔なんか実況動画とか上げてた頃はさ、何回もその動画を見に行ってさ、昔ってのはまあ本当一昔前で、実況プレイ動画とか全盛期の時代とか、その頃にはさ、わざわざ動画をね、ブックマークに入れといて、中国語の分かる人を何回もチェックして上がってるか上がってないかなみたいなのね。私はそうですか。ちょっと通いになった。そういう風にしてチェックして心待ちにするみたいなのがあったけどな。今はもう本当通知がね、スマートフォンとかに行くからね、便利な世の中になりましたねと、そういうことを言っておきましょう。待って、これ奥深いな。深い家をさ、人のここの町に住んでる人たちの家はそれぞれあってさ、そこをこう訪ねていくこともストーキングしてさ、訪ねてつけていくこともできるみたいなのがシェムの一つ魅力だったりするしたはずだけど、誰の家か分からないね、今の人とか言われて。表札がない、表札がない、表札がなければ誰が住んでるかわからないね。地図基礎、これとか見てもわからない。魔人牛、やっぱね、動画始まったらもうその入りの言葉ぐらい決めといた方がいいのかな。どうもこんにちは、新しいです。あれ、家住屋の店主が歩いてる。こんにちは。どうも。よう、また会えたな。また寄ってくれよ。割と悪い、あ、間違えてアジア旅行者に入っちゃった。割と悪い風に思われてないようだ、この堀市のおっさんからは。ここで聞けそうな気がしない、なんかアジア旅行者でもこの人に会う。ちょっと待ってよ。な、中国語が分かる。中国語？いいツアー。いや。何よ。客じゃないなら帰りな。すいません。また聞けばいいでしょう。ひでえ。これが客商売ですか。客商売という言葉を使うのは嫌だけど、こういう対応でもいいと思うけどな。いいと思うんだけど、あまりにもこの突っ張りすぎでしょう。一昔前日本こうだったかなね。みんなそのなんか接客のマニュアルみたいな通りに動かなくて。原崎、それの方がいい。葉月くん、連絡して。店がある方が、できるだけ協力するから。ベストのところしか行かないから。分かった。いい接客のところしか行かない。原崎。葉月くん。無茶しないで。分かった。同じことしか言わんなんて。ステレオマシンとかしたはずき。トマトマートってさ、コンビニではない。この当時コンビニはないと思うけど。案外この骨董屋とかに人がいるんじゃないか。骨董屋に中国語を分かる人がいそうな感じしない。これなんでうろうろしてんだろう。なんでうろうろしてるんだろう。すぐアジイチに行けばいいのに。しかもいるのが緊張だけだった。こいつに聞いても拉致が当たらないな。が一応聞いておく。涼子ちゃん。涼子ちゃん、はい、いらっしゃいます。大石のおじいちゃんは。おじいちゃん、いつ頃。ちょっとは。そうか、わかりません。じゃあな、じゃあな、もう二度と来ることはなかろう。あばよ。アジイチに行きます。アジイチで何か拾えるような気がする。ここをね、ここをねっつうのはガチャガチャガチャ。ここを埋めてんだよ、ここを。この間を。そんな
都合よく聞いてくれる。いらっしゃ、中国、あそこの中華料理。ああ、あとはそうです。アジチというヒントしかくれないね、みんな。あと聞いてで情報くれそうな人は八百屋さん。ちょっと遠いな、遠いな、八百屋さん遠いね。はい、おばさん、おばさん。ああ、りょうちゃん、誰か中国、そうですか。役立たず。いつもあの旅行者のあの前のところで見てる人にね、見てる人を見る人。当たりや。話しかけられないかな。あ、バイク乗ってる人に話しかけられないな。よし、アジッチ行くぞ。アジッチ行くぞ。自分でプレイしてもいいけどね。自分でプレイしてシェンムーの良さを分かってもらうのが一番なんだけど。実態に迷うぜ、このゲームは。慣れてない人からしたら。実態。街の形に結構慣れるまで時間かかった気がするね。どこに誰がいて、とおじさん、今大丈夫ですか。はいよ、何あるか、何あるか。この手紙読んでほしいんですけど。さっと出した。あ、いや、古い文字たくさんよ、うん、それに変な書き方ある。こうなんて書いてありますか。ごめんある、ごめんある。私たち読めない。こうそうなんですか。そうなんですか。なあ、あ、そうあるね。なんでこの人たちは。でもこの紙は中国書道でよく使う方書よ。方書、方書。とおじさん、方書って上質の和紙よ。和紙よ。書道用の紙あるよ。あるよ。料理でも使う。ある。鈴木の方書焼き有名よ。じゃあ鈴木の方書、とおじさんたちじゃ。はい、読めない。ある。あ、でもワンなら。え、ワンなら。ワンにも聞くよろしい。今商店街に出前行ってる。字得意あるよ。そうなの。わかりました。聞いてみます。聞いてみよう。ヒント、アジチ行ってみる。一体どこだ。午前中、しかし午前中だ。一体どこに。しかし午前中だ。一体どこにってどういうヒントなんだ。今午後だし。ワン、王博雄っていう台湾の選手が今話題だよな。打率4割ぐらいで、あの WBC の予選で日本戦ったんだけど、ワンワン商店街の方に行って言ったよな。商店街ここじゃん。おい、すいません、俺に近寄る。すまんない、話しかけて悪かった。原崎はずきくん、ワンさん知らない。無茶しない。わかった。ワンさんどこ。これが商店街なのか、もしかして。今見た横須賀感謝セール。探すの大変だよな。あ、一人だけ。あれ、片割れは。中村。あ、中村の名前思い出せるんだけど、もう一人の方が。何してたんだ。え、エリちゃんの。エリちゃん、なんでオロオロしてるのかなって。オロオロ。田島が。田島だぞ。うん。で、のぞみちゃんのことだ。はずきくん。俺は。そう。中村。天気。ねえ、はずき、エリちゃん。どうして。さあな。そうだ。そう。じゃあ、俺。うん、はい。田島どこにいるの。田島も探したい。田島がなぜオロオロしてるのか気になる。クリタさん、よう。どんなものが。プレミア付きの。ああ、話を聞くんじゃねえ。そうですか。じゃあ、また。糸井さんも。糸井のおじさん。うわ、今。
特別な色々とまたこのヒントがもらえなくなっちまったな。すいません何か。いえいえ、お兄ちゃん、あれ話聞いたけど、いや、こねえねえ、遊ぼう遊ぼう。こいつはオーブンか。ああ、あ、そうだ、確か、うん、中国語の手紙が読める人を探し、僕のおばあちゃんなら読めるよ。おばあちゃん、誰だ。コウブンのおばあちゃんって中玉って言うんだ。とっても優しいんだよ。どこにいるんだ。どこにいるんだ。お店だよ。どこ。お店。なんの。なんの。お皿とか売ってるの。骨董品店。ロシアっていう陶器屋なんだ。陶器屋ロシアか。白いドアのお店だよ。行ってみるよ。ありがとう。公文のおば、究極おば、陶器屋ロシア、うん、ドアの、ありがとう。じゃあ、うん、ロシアがどこにあるか俺は知ってるけど、俺は知ってるんだけど、行くべきだろうか、ちょっと迷ってる。おい、ワンさんにヒント聞かなくていいのかな。理髪店もとりあえず訪ねて行ってみよう。リオ前田。多分ね、ロシアに行けば。すいません。おお、リョウ君か。解決しそうな気がするけど。陶器屋さんって。陶器屋。おお。確かウォーター。ウォータードラゴンの。わかりました。今のヒントなの。ジーンズ屋のそば。なんかまた真ん中すっ飛ばしたな。これ俺が悪いのかな、進め方が。できる限りメモ帳埋めて進めていきたいんだけど、シェンムの難しいとこだな。どこで何の話をどう聞けばいいかまで網羅してるわけではないから、突発的なイベントでそっちを優先してしまう。ワンさん探したかったけどな、もうねえかな。ここに一応誰か人が、じいさん二人がいる。こっちに聞こう。リュウさん、リュウさん、また君か。また君か。まあ、はい。風などひか。この人に手紙聞きゃいいんじゃねえのか。リュウさん、私も。リュウ理髪店のせがれが理髪屋を継いでんだけどさ、リュウさんに手紙読んでもらわなくてよかったんだろうか。まあ、ロシアに行ってみますか。すっ飛ぶかもし、すっ飛んでしまうかもしれない。トム、ウィアオ。なんかあっ、役に立たね、役に立たね。なんかトムからも技を教えてもらったような気がするな。記憶が確かな、私の記憶が確かな。トムからも何か技を教えてもらった気がする。王さんがいない。絶対町のどっかにいるんだよ。そういうゲームなんだよこれは。だけど、あ、いた、王さんいた。無意味に発生させてみようこのイベント。よよ、ああ、毎度。どうしたんだ。喉を乾いてジュース欲しいけど。もう3本目だぞ。小さいお金ないです。買ってやろう。おごるよ。誰がいい。ただし、あなた優しい。ただし対価を要求する。僕飲むです。あなたのおすすめ。コーヒー飲ませてコーラも飲ませたから別のやつを飲ませよう。スプライト。この辺の、この手のさ、コーカ・コーラとかさ、実在するメーカーだけどさ。おすすめありがとう。僕もらうです。使用許諾許可みたいなの取ったりする。そうだ、悪いんだけど。悪いんだ。この手紙読めねえかしら。この手紙読んでもらえないか。カサカサって開いた。やけに四角張ってる。ああ、僕読めない。この文字変です。お、変と。そうか。悪いです。いや。がっかり。あ、僕日本語を教えてもらってる人、ジー・トグイ、聞いてみる。いい。なんていう人なんだ。修玉さん言うです。この人も修玉さん。古い壺、古い皿売ってる陶器屋さんです。陶器屋の修玉さんだね。はい、
行ってみるよ。ありがとう。じゃあ僕行く。用事あるです。ジュースありがとう。いや。毎度。毎度。毎度とか使ったことないな。今まで生きてきてあまり。毎度を使う場面がね。ファイターズの岩本ならまだし。毎度って使うことあんまないな。本さんには読めなかった。ガッツリ開いてる。右のページ。ウォータードラゴン。ウォータードラゴンでも聞いてみるか。赤坂さん。赤坂さん。よう。名前覚えてないな、赤坂さんとか。その神図、少し色落ちして、いい味出てきたな。でも、新しいやつも一本と。いや、今度。そうか。それじゃ。正直1000円ぐらいしかないからな。事実だよ、買う金はね。ほい。行ってみましょう。ちょっと待ってよ。ああ入っちゃった。陶器ロシア、左に書いてあるね。看板にもロシアって書いてあった気がするよね。陶器屋ロシアです。午後4時。いやストーリーが進行していってるな。マダムがいる。いらっしゃる。いらっしゃいませ。修玉さんですか。失礼ですが、修玉さんですか。はい。そうですが、どちら様でしょう。葉月と言います。葉月さん。ああ、そうそう、孫から。もう伝わっとるんだ。助けてもらったって話。公文から聞きました。ありがとうございました。え、桜ヶ丘で助けていただいたと。言うほど助けてないけどな。そういえば人質に取られたのもほぼほぼ。あの子ったら鼻を膨らませて言ってたんですよ。葉月さんのように強くて男らしい人になりたい。人質に取られたのもこいつのせいだしな。俺は何も何もっていうか許しすぎ。ところで何か。ええ、人質に取られたのもこいつのせいだ。この手紙読んでほしいんですが。あら、これは裏文字ですね。裏文字。裏文字。やっぱ裏文字でした。ええ、でも左右が逆なだけではなくて、ちょっと特別な様式なんです。まあ、読んでもらえますか。いいですよ。読めるの。メモ取らんでいい。鏡を狙う者あり注意され。どこにそんな。なお緊急の場合は賃貸人に助けを求められよ。主元達。主元達。主元達。陳太人。あら、裏にも何か書いてありますね。天子父趙太郎提起母我答よ。天の父。どういう意味ですか。天の父。父なる天、父なる天、九つの竜、母なる地、我が友。母なる地、我が友。なんか聞き覚えがあるぞ。ごめんなさい、よくわかりません。そうですか。なんかのポエムだね。でもこれは電話番号だと思いますよ。古い漢字の数字ですから。電話番号。電話番号。ええ、0468-61-5。メモなくていいか。メモなくていいか。0468の。どうせメモで出るよ。61-5647。もしもメモで出なかったら動画を見返そう。わかりました。そうする、そういうことができる。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうなす。あ、もうありがとうございました。でも帰っちゃったけど。多少なんか皿でも買っていった方がいいんじゃないのっていう気も。はい。さあどうする。手紙の電話に電話。手紙の番号に電話。父なる天、九つの竜、母なる地、我が友。天地、我が友が分からんな。愛すべき友もね、友がなんか関係しそうだけど。裏文字だった。
賃貸人、賃貸人04686161-5647にかけろと。どうしよっかな、電話かけちゃうかな。誰あんた。いや。あれお兄ちゃん。誰顔怖っ。何か探し物。うん、ちょっとね。何誰が赤坂さん、どういう人にもらえる状況なんだろう。公衆電話、公衆電話探してるのか。商店街のあった、じゃなくてどこの店先か覚え、大通りに近い店。そうですか、大通りで電話をかけろってば。一旦ここで切ります。ちょっとあの半端ですけどもね、20分来たんでここで一旦切ります。パート15はここまでと。15か、本当に16だったりしない、記憶が曖昧になってる。あと10何本はここまでにします。ほなまた。